はい、こちら広井より嬢さんのギンギン産系、3歳オスでサイズが49センチです。お願いします。はい、こちらも同じオス池で仕上げて買いました。まあ、オスだけで飼っており、まあ、餌も、強い餌をやっているためですね、まあ、オスなんですけどもメスのような体型をしている、ギンギン産系です。もうメスと並べてもこちらの方が太いぐらいな感じですね。はい、そしてまあこの鯉も見ていただいた通り真っ赤で、仕上がっております。墨のこの配置もよくですね、まさにこれも、コンテスト用にぴったりの一匹じゃないかなと思っております。なかなかこのちょうど白地のこの壺に決まる三毛自体も少ないですし、その中の銀鱗三毛も非常に少ないと思いますね。銀もしっかり浮いてますね。綺麗に並んでるのが見受けられます。はい、サイドです。いい感じにこれ壺に出てきてますね。いいですね。はい、こちら側もちょうどいいところに出てきます。はい、中です。なかなかいそうでいないいい銀鱗三毛、お探しの方にはぴったりかなと思います。オスですがメスと並べても、幅は負けませんね。はい、本当に先ほどの銀鱗候補と同じように体型が非常にいいのでね、はい、そうですね、はい、本当に捨てるとか遅いっていうイメージは全くないです。はい、はい、そしてやっぱり積もり入った積み魅力的な、銀鱗三毛じゃないでしょうか。はい、こちら広井より嬢さんの銀鱗三毛、3歳オスでサイズの方が49センチです。ぜひよろしくお願いします。